巨人、坂本内野手が12日、沖縄県内で行っている自主トレーニング後にオンライン取材に応じ、共に練習に励む湯浅、増田、両内野手を一括した、就任8年目を迎えた首相は、事前に伝えたにも、かかわらず強化メニューを考えてこなかった2人を公開説教。物言う首相としての新たなスタイルを打ち出し、そのプレーでもチームを牽引、していくことを誓った、チームリーダーから愛のムチだ。 充実の練習で日焼けした坂本の表情が次第に険しくなった自身のオンライン取材をそばで見届けた若手に強い口調でダメ出ししたトレーニングを考えてきてと言っていたけど何も考えてこなかったやる気ないですアウトです高卒5年目の湯浅は一軍定着育成契約となった増田は支配した登録を目指す立場共に21歳の内野手で 3年連続での坂本との合同自主トレとなった自主性を促す意味で坂本は強化メニューを自分で考えてくるよう事前に伝えていたが満足する準備はしていなかったという首相8年目物言うスタイルを新たな理想像に掲げる中早速厳しい姿勢を打ち出した2人に期待をかけるからこそ何を考えてきた ランニンニグメニューも全部、俺が考えているよとぴしゃり、2月1日のキャンプインを前に、あえて報道陣の前で、心を鬼にした、もちろん背中でも示す、昨季後半は、体が思うように動かない時期もあり、打撃における下半身の粘りを欠いたと振り返る。33歳は、自主トレのテーマに、体幹の強化を掲げ、約1時間にわたって、ない点筋と、腹筋の連動性を高めるメニューなどに取り組んでいる。 トレーナーと相談を重ねた工夫している新たな試みだ体操日ットンのエースとして世界に名を馳せた同学年の内村浩平が現役生活に終止符を打った面識はないものの11日の引退表明は引き際について思いを巡らせるきっかけとなったというトレーニングはもちろん食事や睡眠に神経を注ぐ時間も年々増しているあと何年できるかなと考えることももちろんあります 体の変化を感じる部分はたくさんある。細かいことを一つ一つ意識して、一年でも長くやりたい。年輪を刻んだ打棒と経験に裏打ちされた言葉で16年目のシーズンもチームの中心を担う。坂本の自主トレに参加する増田は、オンライン取材に五輪りで登場。先輩の怒りを買った反省から、というわけではなく、今年にかける思いを髪の毛で示して、 髪の毛をいじくっている場合ではないのでと意図を説明したオフは強い体作りを掲げ体幹トレーニングや感触などですでに体重を5キロアップの8 8キロまで増やしておりキャンプまでに9 0キロを目指す育成から再出発する21歳は逆襲の気持ち自分の持っているものを全部思う存分発揮してはい上がってみせますと闘志を燃やした。